間は2人で紡いだ五七五、平成28年度福島を17字で奏でよう、絆ふれあい新事業の絆部門と復興部門の最優秀賞と優秀賞の作品を紹介しています。番組では審査委員長を務めた詩人の和合良一さんにも好評いただきます。共通の体験を通して感じた思いや願い、ふるさと福島への思いをぜひ感じてください。この番組は福島県の提供でお送りします。今日最初にご紹介するのは、絆部門優秀賞受賞、郡山市立郡山第二中学校2年生、佐久間彩奈さんとお母さんの佐久間敦美さんの作品です。雲の峰、ふわふわ卵にだし香る、子につなぐ亡き祖母の味舌にのせ。年齢とともにいろんなところが自分の親に似てくるだと思うんですよね。なるほど。やっぱり味もその一つじゃないかなと思うんです。それでは和合良一さんの感想です。はい、私は卵焼きが大好きなんですが、この卵焼きを雲の峰にこう例えてまずいるんですね。そして、その、卵焼き実は、お母さんから、子供さんが受け継いで行くものかもしれませんが、お母さんが、亡き祖母の味舌にのせと言ってますけれども、このお母さんもまた、おばあちゃんから受け継いでいるというね。だからいわゆるあの世代を超えて卵焼きの味が、ずっとこう子供さんに伝わっていってる、そんなあの印象をですね、またこう雲の峰にまた例えて、言っているような、広がりのある作品だと思いました。続いてご紹介するのは、絆部門優秀賞受賞、只見町立只見中学校2年生、目黒響さんと目黒奈々、お母さんの目黒奈々子さんの作品です。ごめんなさい、これ引くんですか？じゃあここもごめんなさい。続いての作品は、絆部門優秀賞受賞、只見町立只見中学校2年生、目黒響くんとお母さんの目黒奈々子さんの作品です。ドライブで車中はいつも相談所、母と僕互いの思いをぶつけ合う、親子だから遠慮なく言い合える仲、それが車の中なんですね。そうなんですね。それでは和合良一さんにも感想いただきます。はい、これはまさに和合家もこういう感じですけれども。そうですか。そういう意味ではよくこう浮かんでくる作品だなと思いましてね。そしてその、車中を相談所に例える面白さと、またそれをこうきちんと受け止めて、子どもさんがね、互いの思いをぶつかってるんだっていうね、そういうこう親子の何でも言い合える関係がすごく現れているなと思いました。2人で紡いだ五七五、平成28年度福島を17字で奏でよう、絆ふれあい支援事業の今日は絆部門の優秀賞をご紹介いたしました。この番組をもっと知りたい方はぜひ YouTube をご覧ください。詳しくは番組ホームページで、平成28年度福島を17字で奏でよう、絆ふれあい支援事業、ふれあいと絆をつくる17字、この番組は福島県の提供でお送りしました。